皆さんは異性にいたずらをされたことはありますか？はたまたしてしまったことはありますか？ちなみに僕は好きな子にはいたずらをしたいタイプです。よーお前らテレザーということで、今回なんですけども、今回ですね、なんと、いたずらを避けるゲームやっていこうと思います。イエイ。早速、怪しいやつがいるね、ちょっと。ここに、なんかちょっと、痩せたジャイアンみたいなね。よし、行くか。ちなみにね、今好きな人がいるよっていう子は、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ステージ1。家に帰ろう。うん、なんかここにいるぞ。さっきのジャイアンいるぞ。いや、これ多分普通に通ったら、やばいから多分この紐使うんだろうね。この紐で、はい、ジャイアンを縛っていくと、お前、今日金曜日だから、来週の月曜日までそこにいろ。やばい！マッチョティーチャー来た！やばい、これ。ああ、これ怒られちゃう？よーし、ナイス！なるほど、こんな感じでいたずらを回避していくと、オッケー。やばい、花がしおれてる。待って。これ、ホース取りに行ったら、絶対これ、落とされるから、先にバケツ取ろう。で、ホースゲットして、これで水をあげると。え？おい、お前やめろ！それ、爆発するぞ、それ！やばい！ちょっと待ってくれ！それやばいぞ！避けろ！最悪！クソ、もう一回だ。待って、ってことは、多分こっちでお水貯めるんじゃない？よーし、これでいたずらのしようないでしょう。え、多分こっちだ。おー、こんなね、一瞬で花がね、治ることはありません。花というのはですね、長い年月をかけて、やばいみんな、隣に、ハギがいるね。これお尻がプリッとでかすぎて、椅子がちっちゃいよこれ、ちょっとはみ出てるよちょっと。魚を釣るのか、あ、なんかこっちにもあるぞ。なるほど、2箇所行けるのか。この人なんかすごいね。すごいね、髪の毛が。とりあえずミミズゲットするでしょ？え、これどんないたずらが来るんだろう？やばい、押される！ん？やばい、こいつもハゲだった！わ、これ最悪クリアじゃないのかよ！待ってみんな、僕分かったかもしれない。多分だけどさ、この人はこっちにさ、髪の毛がないからこの上にミミズ乗せるとか。全然違ったわ。こっちはどうなんだろう？来るか？来るか、あいつが。長靴釣れた。こっちでもう一回でしょ。次こそ頼むよ、おっきい魚。おっきい魚お願いします。来た！来い！おー、釣れたー！なるほどね。カツラを回避したってことか。なんだこれは、全部食べればいいのか？食べる。待って、どっかに危険はないか？気をつけろ。いや、特になんもなさそう。食べよう。まだ大丈夫、まだ大丈夫。待って、ワンちゃん来た。よしよし。やばい。最悪！めっちゃケチャップかけられたんだけど、これタバスコ？ああああああ、辛い辛い辛い。みんなね、こんな男の子になっちゃダメだよ。このいたずらはね、確実に嫌われるぞ。もうこれはね、もうワンちゃん無視しても食べ続けます。もう僕は無視。可愛いワンちゃんが来ても無視。ひたすら食べ続けます。ペロリンチョ。かわいそう。ワンちゃんかわいそう。よーし、来たぞ。ボーリングの球拾えます。なんだこいつは。こいつは誰だ。あ、なるほどね。僕のとこで打ってくれと。ボール持たせます。いけ！なんか出てきた。やばすぎでしょ、こいつ。ゲームオーバーじゃん。もうこのまま投げちゃおうよ、ここで。いけ！思いっきりあいつにぶつけろ。ね、こいつ強すぎない？なんなの？もう嫌なんだけど。待って、なんかここにさ、今気がついたんだけど、モヒカンボーイね、モヒカンボーイ。あ、なんかいるぞ。いるね。先生！待って、先生来たも最強じゃん。もうこれ先生に投げさせます、もうこれはね。これ先生に投げさせたら、一撃です。床えぐれてるって床。ナイス！やばい、怒られてる。居眠りしたからね。怒られております。ちなみになぜかこの先生の口にはマカロンが挟まっています。なんかドアここガシャガシャしてるよね。なんだ？あー、最悪最悪！笑っちゃう笑っちゃうこれ！マカロンめっちゃ伸びてる、マカロンめっちゃ！めっちゃ覆われてて草。左側のこの扉は何なんだ？待って、先生なんか鍵持ってんじゃん。
ナイス、この鍵でここ開けんじゃね。あ、なんかメガネ出てきたぞ。あ、これで方向が変わったのか。出てこい小僧。よし、怒られろ。ナイス、ざまあみろざまあみろ。なんか薪割りをするみたいだね。5本。あ、 G がいる。 G、 それよこしな。あ、めっちゃ落ちてるけどあと1本ない。なんかめっちゃ出てきたぞ。持ち物がいっぱいですって言われた。はい、いいよいいよいいよ。え、こんなに薪割りしてどうするんだろう。わあ変身したのかよ。これ何、ゲームソフトだったのかな。最悪なんだけど。ってことは、あのじいさんが持ってる薪はもう取らない方がいいですね。おかしいと思ったんだよこのじいさんね。ヒゲが怪しいです、もうヒゲが。よし、5本ゲット。はい、5本割っていく。めっちゃ魚やってる。正解を当てよう。1たす1は。これなんかもう怖いな、もう。あ、なんかチョーク動かせるぞ。なんかチョークが動いてったぞ。悪ガキここにいるね。これ2です。あ、なるほどね。なに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 、あぶねえ。チョーク回避さしといたからか。よかった。おい、撃つだろ。あいつついに僕ん家にまで侵入してきたのか。大丈夫か。スタート。何が来る。羊だね。羊だね。なんかいろいろゲットできるぞ。あ、ガキが出てきた。ガキが。やばい、穴掘ってる。これ何も使えないぞ。あ、ナイス。ナイス、ボールで埋められたわ。お、夢の中にまで出てくるなよ、本当によ。羊が通ってってる。かわいい。これ眠れた？眠れたこれ。クリア？よし、ナイス。やばい、みんな。猫ちゃんがここにいる。でも、クレヨンしんちゃんの犬の白にしか見えない。なんか出てきた。スコップ出てきたぞ。なんか掘れる。ジャンプ。全然届いてない。もっと距離を伸ばして、もっとね。もう一丁？いいよ、あとちょっと。穴に超ハマってて草。おい、出てくれないよ、最悪なんだけど。お？ねえ、こいつ最低じゃん。待てよ、ってことは多分さ、こっちじゃない？穴掘るの。傘出てきたぞ。あ、なるほどね。ぶっ飛ばされて傘で戻っていくんだ。猫ちゃんもうちょっとだからな。よし、来た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 。飛ばされてもね、無駄ですよ、僕には傘があるんでね。ふわーん。ナイス、猫かわいい。やったー。この子供マジで本当にやばいいたずら仕掛けてくるよね。さあ次、なんかいろいろあるぞ。いる。これ先生の格好するのかな、もしかしたら。これ先生の格好をして、やばい、まずいね、見つかったね。待って、どうしたらいいんだこれは。バットがある、バットがね。え、これどうするんだろう。バット装備で、あ、これ閉めれたわ。ドア、ナイス。で、浮き輪を着て、こうちょっと先生を太らせてスタートしよう。これでどう、すんなり帰れるでしょ。さすがにね。スルーされたぞ。これ帰れたんじゃない、ナイス。おい待て、右にあいつがいるぞ。絶対なんか邪魔してくれじゃん。あ、なんかロープがある。ハサミもゲット。こう怪しいからね、もうロープで縛りつけて。あ、ハサミ切っちゃった、最悪。でこの状態でスタートしたらやばくない。10分後。あ、寝ちゃってる。いたずらされるぞ。はぁ、やばい、モヒカンになった。こいつ最低すぎるだろ、本当に。いや、でも分かったぞ。多分、ハサミでさ、この本切るんじゃね、もう。いや、違う、そんなことない。それか、ロープ。あれ、違う。とりあえず、縛りつけるしかないよね。これでやってみよう。真顔で草。超真顔で草。よし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 。お前は一生そこにいろ。おい、やめろ！やめてくれ！ねえ、もう、結局もう悲観じゃん、これ。お前もおかしいと思え。いや、みんな今回分かったよ。多分ハサミでね、これを切るんですよ。そうで、ロープでこいつを押さえると、もうこれで完璧です。これでね、もういたずらできません、絶対に。見とけお前。よし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 。ドライヤーもね、コード切れてますと。はい、残念でした。おお、可愛くなってる。イエー。さあ、チョコを渡そう。イケメンがいるね。スマートフォンいじってます。このポッケに親指入れてるのは多分親指だけが寒いです。え、待って、絶対何か邪魔されんじゃん。ちょ、窓開けとこう。よし、スタート。こんにちは。
あ、気づいてくれた。さ、バレンタインだぞ、バレンタイン。やばい、やばい、ちょっと待ってよ、最悪なんだけども、こいついたずらのプロだろマジで。やばい、なんかすり替えられたんだけど、ちょっと待ってよ、なんかすり替えられたんですけど。これ絶対毒入りのチョコじゃん。おい、食べちゃダメだよそれ。辛かった。ああ、かわいそう。告白失敗だ。待って、どうしたらいいんだ？これ窓開けるの関係ないのかな？え、なんもない、なんもない。マジでなんもないぞ。あ、待って。なんかいる。虫がいた、虫が。なるほど、窓開けたから虫が出てきたのか。こっち衣装閉めとくか。おー、なんか虫が。よしよし、これで場所移動できたってことか。いや、これでも成功でしょ。さすがにね。はい、こんにちは。やばい、ギリ届くか。やばいやばい、避けろ。おー、セーフじゃないこれ多分。早く早く渡せ、早く。よし、ナイス。どう？おー、お菓子作り上手な女の子、いいね。ピース。はい、ということでね、今回の動画どうだったかな。まあね、年頃の男の子は好きな女の子にいたずらしちゃうんですよ。まあ、これはしょうがないけど、やりすぎには注意しましょう。はい、ということでね、この動画が面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。